クリスタルの井戸が使えなくなるなんて。ねえ、他の村はどんな様子だい？やれやれ、せっかく上物が手に入ったんだがな。どうしたんだ？いや何、上等なワインが手に入ってな、こいつを一緒に味わうのに常連客を呼びたいんだが、店を開けるわけにもいかず困ってたんだ。そんなに上等なワインなのか？ああそうとも、なんとゴールトンルージュの12年もの、ザンブレクさんの知る人ぞ知る名酒さ。このご時世じゃめったにお目にかかれないんだぜ。ゴールトンルージュとは？この銘柄を知ってるとはあんたもいける口だね。そうだ兄ちゃん、頼みがある。俺の代わりに常連たちに声をかけてきてくれないか？そのくらいなら手伝おう。おお、やってくれるかい。それじゃ早速頼むよ。声をかけたい常連客は荷運び人のオルジフと肉屋のミラン、関所にいる万平のボレクだ。どいつもこの市場で働く気のいいやつでな、仕事が終わったら一杯やろうって言ってほしい。みんなに伝えたら教えてくれ。よろしくな。ああ、分かった。声をかけたい常連客は荷運び人のオルジフと。嫌なそうだね。じっとりして気持ち悪いよ。オルジフはここにいるか？彼を探している。それなら俺だ。なんだ、荷運びの依頼か？いや、酒場の主人からのことづてだ。ゴールトンルージュの12年ものを一緒に飲もうとさ。おお、ザンブレクさんのワインか。もしかするとさっき奴の店へ運んだ荷物に入っていたのかもしれん。ザンブレクから荷物を運んでいるのか？ずいぶん遠くまで行くんだな。ああ、俺たち荷運び人は大陸中を渡り歩くのが仕事だからな。北はザンブレクから南はカンベルまでどこへだって運んでやるさ。それに国をまたいでの荷運びは儲けも大きい。だからこそ競争相手も多いんだが、とにかくまずは酒を楽しもう。伝えてくれてありがとうよ。ゴールトンルージュの12年ものか。エルイーズは強い人だよ。どうか食べ物を恵んでください。肉屋のミランはあんたか？ああそうだよ。何かご入り用かい？酒場の主人が呼んでいる。いいワインが手に入ったから仕事が終わったら一緒に飲みたいそうだ。へえ、あいつも気が利くじゃねえか。俺もワインに合いそうな肉を持っていくとしよう。ここはワインも肉も揃うんだな。おうよ、なんたってこの市場はクリスタルロードに通じてる。おかげで各国のいろんな品が集まってくるのさ。さらにロザリアやザンブレクだけじゃない、ランデラの港からはウォールードの品も渡ってくるんだ。少し前なら自信満々に語れたんだが、賑やかだったこの市場でさえ今じゃこのありさまさ。元に戻るまで少しばかりの辛抱ってやつだ。まあどうせ客も来ないし、一番いい肉を持っていくか。ことづてをありがとな。さて、買ってってくれ。このパンまた値上げしたの？万平のボレクを知らないか？この関所にいると思うんだが。ああ、ボレクは俺だよ。傭兵が何の用だ？ちょうどいい。酒場の主人があんたを呼んでる。仕事の後に
上物のワインを一緒に飲みたいと。おお、今日は酒に酔いたくてたまらなかったんだ。わざわざ伝えてくれてありがとうよ。ここの警備もなかなか大変そうだな。クリスタル自治領がああなっちまって、あそこへ向かう難民も減ってはきてるんだが、まだ残ってるのはもともと帰る場所なんてない連中だ。あいつら一日中ここで物乞いしてやがる。しかもたちが悪いやつは盗みを働くこともあってな。あんたも絡まれないように気をつけてくれ。ほんと難民たちには毎度苦労してるよ。さてさて、今日はとことん飲み明かすぜ。鬱憤を晴らさなきゃ。これで全員に伝えたか。酒場に戻るとしよう。さてさて、今日はとことん飲み。クリスタルの井戸が使えなくなるなんて。ワインのことを常連たちに伝えてきたぞ。わざわざ悪かったな、兄ちゃん。常連客が集まるのも久しぶりだ。こんな上等な酒が飲めるのも全部あいつらのおかげさ。どういうことだ？僕らと市場でいろんな品が手に入るのはオルジフみたいな荷運び人が運んでくれるからだ。運んできた酒や肉をミランたちが店に出す。ボレクたちが関所を見張ってるからこそ安心して商売できてる。ここはみんながいるから成り立ってるんだよ。俺の酒場なんてそこにあやかってるだけだからな。たまにはいい酒を振る舞ってやらねえと。持ちつ持たれつか。どこも同じようだ。兄ちゃんにも覚えがあるかい？なかなか苦労してそうだもんな。さて、そろそろ連中の仕事も終わる頃だが。おい、聞いたぞ。ゴールトンルージュの12年ものだって？そんな上物、よく手に入ったな。もっと早くに聞いてれば、何か持ってきたのに。うちで一番いい肉を持ってきたぜ。こいつでたっぷり飲み明かすぞ。おお、いいね。よし、酒だ酒。飲まなきゃやってらんねえよ。まったく相変わらずだな。さっ、さったさった。ありがとうよ、兄ちゃん。先のことはわからねえが、お互い気張らず生きていこうぜ。ああ、そうだな。おやつだ。